はい、推しチューブだよってことで、今回は最初の方にね、56の装備を紹介したと思います。もうちょっと綺麗にこのしてからを出しなさいよってやつだね。よいしょ、どこが絡んどんねん、こうだね、ね、これです。まあこれもね、いわゆる典型的な56装備ね、陸軍の水筒、中身入れてませんけどね、どれも中身入って、何にも入ってないからな。まあこのフィールドパックだけちょっと膨らまして入ってますけどね。この装備のテーマというかね、特徴はね、まあもちろん典型的な装備の組み方を目指してはいるんですけど、すべての部品が56の初期型で組まれてます。ちゅうのはね、ベトナム戦争当時中に、ちょっとアップデートしてるんですよね。で、マニアの間では、それを61装備って言ったりとかします。まあ、61っていう言い方するとね、海兵の装備とごっちゃになって、ちょっとややこしいなって思うとこもあるんですけど、まあ、こいつはね、極端なこと言うと、純粋な56装備です。どこがね、全部初期型かっていうとね、まあ、前のね、装備もちょっとちょいちょいこれと同じのを使ってたりとかしたんですけど、まずサスペンダーも初期型です。このね、金具の作りが違います。金具が、後期型はね、後ろはスナップリングになってて、こう一般的な道具って感じなんですけど、これワイヤーで、ただこう引っ掛けるだけで、ワイヤーを全部曲げて作ってあるんですよね。これ前も同じようになってる。ね。なってるね。まあ、今、これは見にくいし、ええか。で、ピストルベルトはこの横折りってやつで、しかもね、こいつ、今見たら横折りでもね、わかるかな、外した方がいいねけど、めんどくさいし、ええかな。外すか。ね、紹介するときぐらいちゃんと見えるとこは見えるようにしときましょう、これ。おりゃ。硬い。よいしょ。ういー、まあね。ベルトの片側にね、このスナップボタンついてます。これはまあまあ、種類によっては、まあ特に、ガバメント、まあ拳銃のマガジンポーチですよね。とか、M1 カービンのマガジンポーチなんかは、こう、ベルト通しの裏にボタンがついてて、ここに固定できるようになってるんですよね。で、これまあ、実体戦の名残なんですよね。このベルトはね、まあまあ古い、もちろん古いのは間違いないんですけど、ちょっとね、56の正式のベルトっていうよりも、ちょっと過渡期モデルじゃないかなって僕は考えてます。でもまあまあ古いモデルであることには違いないのかな、みたいな。ええように考えたら、ガバメントを持つやつ用で、商工用なのかな。そんな区別があったのかな、まあ、わかんないです。わかんないですけど、そういうものがこいつにはついてます。ね。で、反対側は、こう調節で折り返すようになってます。後のタイプは、両側がこの折り返しになってるんですよね。外れとるやんけ。どういうこっちゃ。どういうこっちゃわし。前は。まあ、順番から言うたらどれかな。やっぱマガジンポーチかな。マガジンポーチはね、この初期タイプで、結構パッと見一緒なんですけど、違います。何が一番大きく違うかっていうとね、このポーチのね、前面にね、結構硬いプレート入ってます。中身は何かわかんないですけどね。アルミなんかな？まあまあ、この生地の間に折り込まれてるんで、まあ、切り下げても全然限り中身はわかんないです。で、まあ、蓋もね、一見一緒なんですけど、なぜかね、この芯出しに、この、ホールがついてます。このベルトのこの通すとこの硬さを出すためなんでしょうね。でもね、そのおかげでね、なんかちょっと後期型より使いにくいです。多少音が出るとも言えなくも、まあ音は気にするほどじゃないんだけど。まあなぜ見た目の特徴でもありますよね。後期型はね、この板が入ってへん分だけ、この真ん中のとこからこう結構、シワってこう、寄ってるというかね、こんなにパシッとか形が出ないんですよね。でも、ナム戦中の写真見ると、これを使ってる写真ってあんまり見ないです。もうほとんど後期型。後期型って言うてもね、結構早い段階から使ってたと思うんで、こっちのタイプを見るっていう感じはあんまりないです。
で、その次は、じゃあ隣に行こうかな。これは iPod ケースです。iPod はこの間紹介したんで、まあまあええかなと思うんですけど、あっちの装備に入ってるんで、iPod は1個しか持ってないんで、こいつは空です。で、結構単純で、この外側にクリーニングロッドがこう入るように細い、細長い袋がついてるのと、iPod 本体入れる袋ですけど、ね、蓋、iPod のこのね、蓋がないです。すごい単純な形です。まあ、うん、まあそういうやつです。変なとこ変色してるか。順番に行こうかな。で、水筒カバーね。水筒カバーはこの間も、つけてたやつと一緒で、縁までコットンになってるのが、まあまあ古いタイプですっていうだけで、あとはまあ形基本変わってないです。水抜きついてないね。ついてないね。まあ水筒カバー。こういうね、こういう形ですね。中身も入っとらんので、今ちょっとあれですけどね。ね。で、フィールドパック。フィールドパックはね、結構61と、この56では違います。まずね、立体裁断になってないです。なので、なんかね、結構四角いです。61になるとね、もうちょっと丸っこいんですよね。で、作りの特徴としてはね、まあ、この中の、内側にね、56や、6、後期型の61になると、ナイロン引きの、ゴム引きか。ゴム引きの防水シートみたいなのがね、内張りが、内袋についてるんですけど、こいつはついてないです。うん、あとは特徴、単体の56がありますね。61と比べへんかって分からへんやんけってやつやね。俺もね。うん、まあ開けてみましょうかね。せっかくやから。よいしょっと。56の醍醐味。フィールドバック。よいしょ。ね。ね、こういう風にね。ペロってこのこっち側の、なんかベロみたいなのがついてるだけで。なんか何にもないです。ね。ないね。スタンプもない？スタンプはここにあったんか？いや、ないね。ほんまに何もないんですか？おお、ないね。こっちにもあんのかな。まあ、めんどくさいからいいです。ね、この蓋のここに、ワイヤーフックを通す用のね、ホールがついてたりとか、まあ一緒です。でも、61になるとこの蓋もね、ちょっとこう丸っこうなってるんですよね。これも四角いですよね。ほこりついてる。あ、保管が悪いです。もうその中かな。おー、コンパスポーチや。コンパスポーチもね、なんかちょっと違うんですよね。何が違うかっていうと、この縁がないんですよね。こう、ここはこう縁ついてます。でもここは縁ないです。後のタイプは、ここもちゃんと縁がついてますよね。っていう違いです。中は何が入ってるかな。おお、似たようなもんが入っとる。またこれスタンプが見え、おお、これは72年のやつですね。ドレッシングファーストエイド、インディビディアルトループカモフラージュ。っていうことは、中開けると、まあカモフラージュって言ってる多分ね、OD だと思います。の、まあ、包帯。緊急用のね、止血バンドみたいな。うん、新しいやつは見たことあるんだけどね、これをね、蓋開けて中見る根性は僕じゃないです。ね。こんな感じです。一応つけてみようかな。ちょっとね、今着てる服がね、いまいちですけどね、どんな感じか一応着とこうかな。よいしょっと。ね。これね、前にボタンがついてるとね、対戦後期の、ピストルベルトっていう風に判断する人もいるかもしれないですけどね。僕はこれをナムセンものだと判断します。なんでかっていうとね、まず色がナムセンものです。それと、最大の特徴はこのバックルですよね。これが、この金具の先が丸くなりました。これがやっぱりナムセンものっていうかね、56装備の一つの、なったっていう一つの特徴やと思うんで。50年代というか56年以降のピストルベルトだろうなっていうふうに思います。まあ中にはね、対戦装備の代用にする人もいるかもしれないですけど、まあそれはあくまでも代用なんで、
それでいい人はまあまあそれでもいいと思うんでね。ね、初期型56装備でした。ではでは。